本日はフルフルというパン屋さんの本店の方に来ています。こちらはですね、あるパンがすごいということでですね、連日行列が絶えない超有名な人気店です。この辺りは博多駅の方から車で20分ぐらいで来れる場所なんですが、川沿いにですね、マンションとか一軒家が立ち並ぶような、いわゆる郊外の住宅地といった場所です。関東の方で例えば言うと多摩川沿いみたいな、そんなような場所ですね。実はこの辺りですね、中心街から少し離れた郊外なんですが、有名なパン屋さん、名店と言われるところがこうたくさんあるですね、パン激戦区と言われているような地域なんですね。今日もたくさんのお客さんがいらっしゃってるんですけれども、店内にはですね、こうキッズスペースというか、こうお子さんが少し遊べるようなブランコとかですね、遊具が置かれてまして、家族連れの方もですね、たくさんいらっしゃるお店です。店内にはたくさんの美味しそうなパンばかりが並んでるんですが、もうどれを見てもこうお腹が空きますね。もうサンドイッチからこうロールパンのようなものもたくさんあります。このお店でですね、一番人気というか、もうあれを求めてやってくるというものがあるというんですが、一体どちらになるんでしょうか。実はこちらのお店のすごいところはですね、美味しいだけじゃないというところなんですね。使われている小麦もですね、国産のものを使用していて、できるだけ化学的なものは使わないように、自然由来のものにこだわるというような健康志向で、美味しくて安全ということで、こう皆さん足げく通うお店なんです。こうやって店内を見ているともう数多くのパンがあってですね、もうどれを食べてみようかなという状態になるんですが、もうかなりポップにもこだわりがあってですね、こう旨味あふれるジューシーフランクなんて、こうニューって書いてあったりですね、可愛くなってるんですね。もうこういったところもですね、こうお店がですね、こだわりを持ってお客さんにこう楽しんでもらえるような心遣いが非常によくわかるお店ですね。これまたすごい可愛いパンもですね、売ってまして、こういったところもですね、お客さんを引きつける魅力というか、秘訣になる部分なんでしょうかね。店内にデカデカと看板が掲げられてまして、これよく見てみますと、こちらです、明太フランスです。こちらが一番人気の商品。このパンを求めてもう遠方からもたくさんのお客さんがいらっしゃってます。そして明太フランスはレジでこうご希望の本数をお申し付けくださいと、要はまとめ買いする方もたくさんいらっしゃるということでしょうね。明太フランス自体はですね、他のお店でも売ってるところは多いんですけれども、確かにちょろっと入ってるところが多いんですね。こちらは写真見ての通りたっぷり入っているということで、本当にこの写真通りなのか確かめてみたいと思います。こうイートインもできるパン屋さんなんで、こうドリンクも一緒にコーヒーなんかも頼んで、食べてみたいと思います。では行ってみたいと思います。こう紙袋に入ってるとなんかこう美味しそうでテンション上がるのは私だけでしょうか。確かにこれは明太子たくさん入ってますね。これはすごい量ですね。こう溢れてきてますね。こうはみ出してるというか、ものすごいです。もうちょっと近くで見ていただきましょうか。こんな感じですね。こんな感じで最初からですね、切ってもらってるので、こう食べやすくなってますね。これはすごい広告というか、看板以上ですね、全く過剰広告になってない。これはすごい、期待値を超えてきましたね。こう別の角度から見るとこんな感じで溢れ出てるのがよくわかります。このパンめちゃめちゃ美味しかったです。おもてなし福岡ナビをご覧いただきありがとうございます。このコーナーでは収録にまつわる余談や雑談を少し話していきます。今回お伺いしたフルフルさんなんですが、明太フランスがこう非常に美味しかったです。で、この明太子にまつわる話でですね、こう福岡県民がよく勘違いされるんですけれども、普段からですね、こう毎食のようにこう明太子を食べまくってんじゃないかって思われるケースも結構あってですね、ただ実はですね、福岡県民そんなにこう明太子普段は食べないんですね。買われたことある方は分かると思うんですが、割とですね、普段使いするにはこう高級品で贈答品のくくりになるものですので、そんなにですね、こう毎食食卓に並ぶようなものじゃないんでですね、もちろん皆さん大好きなんですね。好きなものではあるんですけれども、そんなにこう普段使いするものじゃないんだよっていうのをですね、こう他県の皆さんにはお伝えしておきたいなと思います。